それでカープでしょ。はい。一番最初入ったプロ野球はどこですか。カープ。カープでしょ。うん、で東映来たんでしょ。東映と2、3箇所来たらしいんですけど。おお。で最終的にはフィーバー平山さんが。あ、フィーバー平山さん。うん、パスポート、うん、いるじゃん。うん。フィーバー平山さんまだ現役やったんですけど、うん、前オーナー松田光平オーナーが、うん、フィーバーさんにお前パスポート持っとるからスカウトに行けって。そうそう、3、2、1、よろしく。でよその球団のスカウトはパスポート持ってないじゃん。はいはいはい、なったらしいんです。なるほど。で取るまでに1ヶ月ぐらいかかるんです。ああ時代ですね、はい、だからそういうのがあって、うん、平山さんがすぐ来てくれて、うん、で平山さんが片口日本語ですよね。ああこの人やったら合いそうだなあいうのも僕個人的にはあったんですけど、お互い片言で、うん、でうちの両親と、はい、高校の監督、社会人の監督が、はい、平山さんに惚れたんですよ。あこの人が広島来たら僕が全部面倒見るから言ってくれたいうことで、この人やったら絶対大丈夫やから言って。センターの方ですよね、守備。いや、ライトかな。ライト、外野手ですよね。外野手が平山さんから。センターも守って、あちこち守っとるだろうけど、ですよね、僕が入った時はライト、ライト。変数がの魔術師で、ね、小さいの160あるかないか、ね、背が低い、それでもね変数に登ってねやっぱこうキャッチしよったらしいですよね。でアメリカでスカウトやらそうそう、ね、今もやカープ、もう今やってないかな、前カープ外国人を見て、うん、そうそう、見るのに平山さんが見て日本に合う外国人をピックアップして呼んでくれてたんですよね。そう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 、だからその人が、あ、そうだね、来たから多分沖縄のみんなが平山さんに惚れたと思うんですよ、はい、だからカープのことも何も知らないじゃないですか、はいはい、沖縄は自体は、はい、だからそれでこの人やったら大丈夫やから行け言って、うちの兄弟もみんな言ってくれたんですよ。時代ですね。あの頃契約金っていくらですか。900万ぐらいもらったかな。すげえ。いや、すごいよ。西川いうのがね、1000万だったかな。いや、すごいですよ、その頃の900万、1000万って。すごいでしょうね。いやいや、わかんないかもしれんけど、うん、今の億ですよね。まあ、10倍ぐらい言うけど、わからんけど。今、億超えてますよ。金の価値観が、うん、あの当時とまた違うんですよね。だから今言う、ドル。うん、360円、はいはい、あ、そうか、1ドルがですよね、はい、いや、で、僕、アニアさん聞いたことあるか、アニアさん教えてくれたことあるかもしれないけど、あの辺のミサダの土地1ヶ月の給料でこの辺何十坪も買えるってたでしょ。そうそうそう、買え教えてくれたんです、昔、アニアさんなんか話した時に、だよし、この辺のミサダの土地あるやろ、この辺はだって、俺の1ヶ月の給料で何十坪も買えたなって。いやいや、そのぐらいやった。1ヶ月の給料だよ。ああ。あそこの途中買えるって言ってましたもん。ああ。だから僕は、まあ、西川がメインでカープには入ったんですけど、僕2番目ぐらいで、社会人から入ったんですから、はいはいはい、給料まだ良かったんですよね。あ、だからあの当時で、僕、サラリーマンの時8000円やったんですよ。8000円ね、初任給ぐらい。好きですよね。好きよ。おお、それで900万すごいですね。で、その年にカープ入った時が13万ぐらい。やっぱすげえ。だからもう、やっぱりもうエリートだったからですね。俺が入った時、昭和50年で、契約金800万で、月の給料が10万なんですけど、なんでこんな違うの。まあ、頑張ってほしいっていう思いがあったんですよ、カープの方には。いやいやいや。だからあの頃は大したことなかったんです。そうですよね。さあ、あの努力がね、実った。実を結んだんですよね。そう、スイッチになったっていうのが実を結んだ。アリアさんが入った時に900万。うん、
その当時1000万円プレーヤーが超エリートですもんね、プロ野球選手。いやだからね、この契約書がビルビルのね、便箋みたいなあの薄い紙があるんですよ、はいはいはい、あれの手書きや、うん、で、その契約書が、はい、セルラー球場、巨人が沖縄でキャンプするじゃないですか、うん、はい、そこに展示されてます。へぇ、僕のアジアさんの、うん、ユニフォームとか全部。あ、そうなの。巨人のキャンプ中はあ、これ閉めてるけど、こう見に行こう、うん、今度行ってみな、あの契約書もすごい。でも月13万でしょ、うん、今あったらいくらだろう。すごい、すごいね。だからすごいでしょうね。だからでも急に物価の価値観変わったんですもんね。10日ぐらいでなくなるよったんです。なんで、それ何ですか、本当。なんでか知らない。もうやっぱりね、豪快なんですね。すごい。あの当時13万ったら、今で言ったら200万とか、もっと価値あるか。だから、ね、大学バリバリの人が、はい、1万2000円。ほら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 、すごいね。それを10日で使い切る。何使うんですか。いやいや、僕はね、一人で喫茶店も弱入らんし、あ、食堂も絶対入れないし、はいはいはい、人もうどんどんおごっちゃうんですね。ほんでみんな連れてやったら一緒に入る。だから焼肉とか青木とか、うん、あの同級生、うん、もう7、8人、うん、毎日いつも一緒やって。なるほど。それは10日でなくなりますよね、はい、一瞬酒で全部なくしたかと思った。いやだから2年間飲まなかったんじゃけ。 あれなんかにご馳走してあいつら飲むんだよ。あ、そういうことね。飲んじゃいけないとしてるから、やっぱり人格者で。いやいやいや、それ、あ、でもね、はい、使った金は返ってきます。あ、うん、僕は今、はい、あのやっぱみんながね、地方行くじゃないですか、はいはい、したら地方にから来て、うん、地方に帰るじゃん、うん、したらみんながやっぱ声かけてくれる。なるほどですね、はい、だからもうその使った分はね、今もう全部返してもらってるような気がする。うん、そうですよね。僕はまだまだ回収ができてませんね。いやいやいや消えた金が高すぎるんで。そしてどこに消えたんですか。わかりませんよ。こんな人だよ。これの使い方をね、変な方向に使ってる。いやいやいや。まあ、出せよ。まあ。いや、使い道が、あ、使い方がやっぱ違うんですよ、ね。そうですね。はい、そうしたです、ね。無駄金を使ってるんですよ。いや、アニヤさん、決して無駄じゃない。ほう、心に残ってます。うわぁ傷が残ってるんだろ、お前。傷が残ってるんだろ、お前。すごい。ひどいこと言うなぁ。でも、確かに、クリスティン言って、俺今顔赤くなったけど、確かにそうやなと思って、言う、やがましい。確かにそう、じゃ。プライベートのお話もお伺いしてもいいか。はいはい。この吉彦さんとのその現役時代だったりでもいいんですけど、秘話って。秘話なんかないですよ、さっき言ったやん。もう全部話した。もうないです。もうない、うん。ありがとうございます。秘話なんかない。もう、これ以上喋ったらね、はい、あの、放送できないんだから。話せる秘話はこれで終わりですね。そんな感じですね。まあ、たくさんね、楽しい話していただいて、またですね、いろいろこう回っていくだけで、また YouTube とか、出ていただけたらと本当思います。ですよね。お願いします。まだこの次は違ったことが出るかもしれない、はい、ああいいですね。いや出さんでいいです。出さんでいいです。もう出さんでいいです。ぜひお願いします。ただね、やっぱね、なんだろう、昔の話聞くと面白いね。面白い。いや僕はあの怒られるかもしれませんけどね、今の野球より昔の野球もう一回見たい。見たいですね。やりたい。見たいですね。でもあの、うん、楽しかった。いや、なんだろう、あの雑じゃないけどすごいですよね。まあまあ、そうですよね。あの本当にね、真剣勝負したいう気がする。そうです。だから、乱闘シーンがいっぱいあるでしょ、うん、昔は。いや今はないじゃないですか。ないですね。今はもう友達なあなあで野球やってるような気がするから、僕はあのもう一回昔の野球をね、はい、見たい。だからちょうどね、境が、はいはいですね、僕がね、これぐらいじゃないかな、吉井ぐらいから。そうですね、まだランドだったんですかね。野球が、うん、あの、おとなしく なるのと、うん、あの、そこまで、うん、ダントシーンがあったの。
ちょうど境ぐらいじゃないかなと思うんですよね。なるほどですね、うん、何ともやってましたからね、うん、吉浦の下からちょっとずつ減ったんじゃないかなと、うん、イメージはクリーンになっていったっていうことですよね。だから、ね、よくあの江戸の花っていうやん、あの喧嘩と火事とって言うやん、はい、うん、昔はね、うんうん、まあだいぶ変わるよな。そうですね、うん、そう、うん、でもアニヤさんの話聞けて楽しかったです、はい、いえいえ、でもね、ほんと沖縄のさパスポートがあったって話も忘れてるし、みんな、うん、そうですね、でそういう面では多分昔はもっと面白いことたくさんあったと思う。あ、そうね、まあこれからまたぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それから本日は、はい、どうもありがとうございます。サントクロースさんです。サントクロースさんですね。、はい、あと生きるあの本当にですね、漫画の伝説でございますんで、すごい、はい、ぜひまたよろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。飲みすぎないように。はい、はい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。本日もありがとうございました。ゲームセット、よろぴこ。